今回はちょっと前のモンストニュースで発表されたジョジョコラボ第2弾、まあ、今度の10月15日のお昼、明日のお昼からもう始まりますよっていう感じになってるんですけど、ただいま絶賛通り部コラボもやってる最中なんですよね。なんでもしかしたら人によっては、いやー今残ってるオーブ通り部に使うかジョジョに使うか、いやどっちにしようかなーって迷ってる人もねいらっしゃると思うんですよね。なので今回は、まあ、この今残ってるこのオーブを、まあ、通り部に使うかジョジョの方に回すかどうしようかなって考えてる人のために、ちょっと私なりにいろいろどっちの方にガチャ使うのがいいのかっていうのを考えてきたんで、その辺いろいろ話していこうと思うんでよろしくお願いします。でね、ジョジョコラボの方に石を使うか、通り部の方に石を使うかっていうのもかなり重要な要素になってくるんですけど、もう一個ね、重要な要素があって、それが、このジョジョコラボの期間中に、新しく石をどれぐらい稼げるか、これもね、かなり重要なものになってくるんじゃないのかなって思うんですよね。だからジョジョコラボっていうのは、明日の15日から始まって、11月の2日までやってる結構長めなコラボイベントになってるんで、このコラボ期間中にどれぐらい石を稼げるのかっていうのも調べてきましたんで、それも参考にしていただければっていう感じだね。で、とりあえず、まずはね、ジョジョコラボのイベント自体では、多分40個ぐらいは稼げるんじゃないのかな？ 1 つのクエスト買ったら5個もらえるし、あとは初個のクエストもちゃんとやってくればそこでまた5個もらえるんで、多分すべてのクエスト1回勝てば、最低でも40個ぐらいはおそらく集められると思う。で、こっちがかなりでかいんですけど、来週の水曜日ぐらいにアプデがやってくるんで、その時に、初個とか、いろいろ顔合わせボーナス、のまくえとかのいろんな、オーブがリセットされて、まあ、最大1000個稼げる要素になってる。これもかなりっていうか、これがめちゃめちゃでかいね。だから多分2連コラボやっても、そこまで大きく炎上してないんだろうなって思うんですけど、まあ、コラボ期間中に全てのオーブ集めきるのはさすがに難しいんで、まあ大体、ちょっと多めに見積もって300個ぐらいはいけるんじゃないかな。あとは、まだ初個のオーブとか、野幕園のオーブとか色々残ってる人は、リセットされる前に稼いで、リセット後にまた稼げるっていうこともできるんで、結構残してる人はこれ以上稼げることもできるかもしれない。ないね、あとはこれの後やってくるイベントとしては、近畿の5区とか絶級トーナメントとかこの辺もあるんで、これら全部しっかりこなせるんだったら近畿で55個、絶級トーナメントで30個、あとはちょっと省いてるけどログインとか毎日モンスポット潜ってオーブのかけらで1個もらえたら、そこでまた30個ぐらいは稼げるんで、まあそのどれだけモンスト頑張るかにもよるけど、期間中に300個から50個500個か。500個ぐらいは、なんとかなりそう。少なくとも、10連は、絶対、10連、20連は、絶対に、稼げるぐらいのオーブは、もう、コラボ期間中には稼げるっていう感じにはなってるね。なので、その辺も含めて、いろいろ、参考にしていただければっていう感じだね。そして、ここからは、通り部のキャラたちと、あと、ジョジョのキャラたち。これらがどんな性能してるのかっていうのも含めて、まぁ、ちょっと大雑把なまとめを話していこうと思うんですけど、まず、通り部だね。この辺に関しては、細かいことはまとめ動画で話してるんで、まあ大雑把な立ち回りというか役割でいくと、三ツ矢くんは豪絶のどけ底取り適性だね。で、ドラケンに関しては、まあ、正直今ある程度モンストの前線を走ってる人に関してはそんなに使えるとこがあるわけじゃないんで、基本的には未来で使われる可能性のあるキャラみたいな感じになってる。今のところだとやっぱり古いクエストで活躍するキャラみたいな感じだね。で、マイキーについては、まあ、本当にやっぱり天魔さんで、本当に最強格。人によってはもうマイキー艦隊が一番強いっていう人もいるくらいだから、それぐらい天魔さんにおいてはかなりの立ち位置確保してるね。これが崩されるっていうことは、まあ、ないと思うわ。そして、コラボ全体で見ても、マイキー単体の性能は、本当にコラボ、歴代のコラボの性能を見ていっても、本当にトップクラスの、やべえ、アビリティがたくさん揃ってるね。まずコラボ初の8個のアビリティ持ちだからね。そういうところも含めて、かなりマイキーに関しては、かなり高い性能してるんじゃないかな。で、まあ、天魔さんのマイキーとか、どけそこ取りの適性の三ツ矢くんは、ジョジョコラボのキャラたちでは、もうこれ代用不可能なんで、この辺の適性が持ってないよっていう人は、もう本当に通り部の方引きに行かなきゃ、もうちょっと勝てないっていう感じにはなっちゃってるね。あと、三ツ矢くんに関しては、速攻でどけそこ取りの適性としてやってきたんで、しばらくの間は、おそらく何も適性が実装されない期間っていうのが続くんじゃないかな。まあ、ワンチャン属性源の光属性が新しいの追加された時にぶっ壊すキャラやってくるかもしれないっていうのは
あるかもしれないね。三谷くん以上に強いキャラはまだぶっ込める要素あるんで、将来的にはもっと強いキャラがモンスト折りキャラでやってくる可能性はあると思う。なので三谷くん狙いの人は未来のそのぶっ壊しキャラクターにかけるっていうのも一つの手だね。ただマイキーはもう、天馬さんはこれ以上はよほどじゃないと壊せないんで、まあ、多分、マイキー以上のキャラはもう当分立たないと出てこないんじゃないのかなと、私は踏んでおります。そして、ジョジョコラボのキャラたちに関しては、先に言っておくと、まだ未実装の段階なんで、強さに関しては 100% 正確なことは言えないです。まあ、この性能だったらこういうところで使えるねっていう話をメインでやっていくんで、まあ、先にそこはご了承しといてくださいということで、まあ、まず、この第2弾のキャラたちだね。まず、華鏡院については、豪絶の離れコグニ適性。最近だとガブリエルが追加されてたけど、多分ガブリエルよりも使いやすいような感じにはなってんじゃないかな。SS もね、割合 SS っぽい感じ。で、やっぱり私もガブリエル離れコグニで使ってみたけど、やっぱちょっと SS の使い勝手があんまり良くなかったんで、多分華鏡院の方が全体で見ると強いんじゃないのかなと私は踏んでる。まあ、実際のところは使ってみないと判断つかないけど、まあ、本当に何も適性持ってないよっていう人は、この華鏡院ゲットできるとかなり楽になるかもしれないね。で、ポルナレフに関しては、現状は近畿30っていうところと、あとはワープ転送とか、あんまり接待されてないアビリティなんで、将来で、もしかしたら輝くかもしれない。あとはバニラアイスのギミックが、このポルナレフのギミックの接待になってるんで、もしかしたら未来の部分はそこで回収されてる可能性もある。とりあえずバニラアイス勝ちたいんだったら、ポルナレフ持っておくと楽にできるかもしれないね。あとは SS。これやっぱりモンストニュースとか使ってみた、さらっと見てたんですけど、弱点必中の直殴り追撃なんで、いや、これはワンパン好きの私としてはかなりありがたいキャラになってるね。そして、多分ジョジョコラボの一番の目玉キャラである、三部のジョータロだね。まあ、これはもう SS 見てもらったら結構予想できてたんですけど、直殴りと割合の雰囲気がすごいしてるね。で、深淵の火の最強格のキャラクター。ちょっとダルタニャンとどっちがいいのかは使ってみないとやっぱりわからないけど、ダルタニャン持ってない人からしたら深淵火、これで勝てるようになる可能性は全然あり得るね。で、あとはシンプルに、もう、ジョータロウも8個のアビリティ持ってる。で、友情コンボもルミナスレイとか。なんか、すごいものもらってるんで、マイキーと同様にもうコラボで最高クラスの性能は、ジョータロウこれ持ってんじゃないのかなと思うね。なので本当に使ってみた人の楽しみ、私たちの見たかったジョータロウが、おそらく、明日見られるんじゃないのかなっていう感じだね。まあ、そんな感じで、深淵火のジョータロウとか、あとは運枠でめちゃめちゃ強い離れコグニの適性の華鏡院とか、玄関鏡でもすごい、なんかいいところで使えるっていう部分もあったりする。ただこっちも、さっきの通り部と比較すると分かる通り、天馬さん行きたかったらマイキー取る必要あるし、で、どけそこ勝ちたいんだったら三谷くん取る。っていうのと同じ理論で、深淵火勝ちたいんだったら、やっぱこのジョータロウは取っとかないとやばいし、離れコグニ勝ちたいんだったら、華鏡院の優先度はかなり高まるっていう感じだね。で、第2弾もあるんで、第2弾なんで、第1弾のキャラたちも今回混ざってる。で、そういうところで見ていくと、まあ、ジョリンに関しては、サンザルクとか、あとはダミオがついてダミオワープで合わさったんで、離れコグニもどうなんだろうっていうのは少し気になってる。で、あと、ジョータロウ会については、まあ、もともとデルウィング行けたけど、そこでさらに強くなりそうっていうのになったのと、あとはシンプルにアビリティがめちゃめちゃ増えて、SS の短縮要素もかなりついたんで、かなり高スペックになったね。あとは SS の、仕様が、情報修正されて、なんか弱点に当てやすくなったらしいんで、私この辺の詳細は全然調べてないんで、使ってみたら楽しみにしてるから、ちょっと調べてないけど、なんか SS が弱点に当たりやすくなったっていうのは知ってる。なので今までバカにされてた、ローの一族からはこの人脱却しましたね。なのでそういうところで結構いいポテンシャルはしてるんじゃないかな。で、ウェザーについては、もう完全に SS 変わって、忍ぶ忍ぶ鬼滅コラボの忍ぶさんみたいな毒割合から、完全なワンパン接待キャラクター、弱点露出強化、防御ダウン、攻撃ダウン、あとは使ってみた動画見てたけど、その辺が大体確率になってるんで、まあ、全部が適用されるわけじゃないけど、ワンパン用の接待キャラクターとして使われるようになって、いや、私すげえありがたいね。いや、正直これ、その辺のキャラ以上に私、ウェザー使うの楽しみにしてるわ。まあそういうところで、まあそのかなり、これらの昔結構いろいろ言われてた、ジョジョ第1弾のキャラクターたちも強化されて、かなり強くなったね。ただ、使うところに関しては、やっぱりいろいろ考えてみたけど、ちょっと、さっきの第1弾のキャラクターたちほど最先端で使えるかって言われると、ちょっと、っていう感じがあるね。ただ、ウェザーは、本当にさっきも言ったけど、私はすげえ気になってる。むしろ、ウェザーが私一番欲しいっていうのは過言じゃないかもしれない。とりあえず、ジョジョキャラクターのまとめに関してはこんな感じだね。
そんなわけで大雑把な解説になっちゃったのと、あとはやっぱり未実装のキャラクターを語るっていうところで、まあ正確なことは話せないんで、まあこれから実装されて使ってみるとまた大きく評価が変わるっていう可能性は全然あるんですけど、とりあえず現段階で私的にどっちのガチャを優先すべきかっていうのをいろいろ話していこうと思います。まずはガチャ全体で考えた時にどっち優先するべきかだね。まあこれに関してはやっぱりまあ、ジョジョコラボの方が私的には優先度高いかなとは思ってる。やっぱりその単純にコラボキャラの体数が通り部は3体で、ジョジョコラボは6体ってことで、どっちも初めて経験するコラボですよっていうことを考えると、やっぱり6体いる方がシンプルにその使えるところうんぬんというよりもスペックがやっぱり今回はジョジョコラボ高めになってるんで、こっち優先した方がいいかなっていうの思ってる。あとは、制限クエストだね。アブドゥルの性能がかなり制限で強い、砲撃型のグロースフィア貫通ってかなり強めになってるんで、これをラック90作れると便利なんじゃないのかなっていうのもかなり気になってるところであるから、まあ、本当にどっちのコラボも、私初めて経験しますっていう人は、ジョジョコラボの方を、優先した方がいいのかなと思ってる。まあ、もちろん、天魔さんで勝ちたい、どけそこ行きたいっていう明確な目的あるんだったら、通り部の方を優先してもらった方がいいんですけど、な、全体で見ると、ジョジョコラボの方が優秀なキャラ多いし、6体いるってことで、強いキャラが出る確率も高いってことで、まあ、そういう、ジョジョコラボの方を優先させた方がいいんじゃないのかなっていう感じになってるね。ただ、もう一個。やっぱり、全体で見るんじゃなくて、単体目玉のキャラクターで比較するとどうなのっていうのも、やっぱりあると思う。まあ、今回の目玉は、通り部だとマイキー、ジョジョコラボだと、3部の、スターダストクルセイダーズ・ジョータローだと思うんで、これらについて比較していくと、私的にはね、マイキーの方が、全体で見ると、優秀な性能してあるかなと思ってる。もちろん、マイキー火属性、ジョータロー水属性なんで、もう完全に属性も違うし、アビリティも違うんで、完璧な比較っていうのは無理なんですけど、明確な使う場所もあるしね。ただ、いろんなところで、このキャラクターを使い回しますっていうことを考えると、やっぱいろんな使い勝手の良さとか考えたら、マイキーの方が上かなって思ってる。やっぱりジョータローはね、強い性能してるんですけど、非属性キラーってことで、基本的に多属性では使わない。火以外のところで使うと、ものすごいパワーが落ちちゃうんで、かなりきつめになってくるかな。あとは SS がランダなんで、癖が強いね。やっぱりマイキーの SS は、大号令プラス防御ダウンプラス、あとは自分で追撃も放てるってことで、かなりいろんなクエストで汎用的になんか刺さるような感じがしてる。もうジョータローはちょっとランダなんで、そこが、まあ、例えば、剣の雑魚触れて、ボスを殴りに行かなきゃいけないみたいなところがあったりすると、マイキーはそれ大号令で全然 OK だけど、ジョータローはもうランダなんで、剣雑魚触れた瞬間、殴りで SS 終わっちゃうから、本気が出せないっていうパターンもあると思うんで、単純に、どんだけ、天魔とか、そういう目的のクエスト以外で使える場面多いですかっていうところを考えると、マイキーの方が強いかなーってのもあるね。無属性耐性 M とかも多属性でも全然輝くものを持ってたりするしね。そういうところで、一体、目玉キャラの強さで考えると、私的にはマイキーの方が強い可能性あるかなっていう感じだね。まあ、そんな感じで、いろんな全体だったり、目玉キャラだったりを考慮して、私の、今、現段階でのおすすめの優先度としては、とりあえず、個人的には、マイキー。まあ、これ、マイキーピックアップ今やってるんで、ここで、一体は確保できたらいいなと思ってる。もちろん、追いすぎは、まあ、どれぐらい自分が、ジョジョコラボ期間中に石を稼ぐ気があるのかっていうので変わってくると思うけど、マイキーを完全無視は、ちょっともったいないかなと思ってる。もちろん、マイキー一体でも持ってたら、もう大丈夫です。引かなくていいです。っていう、私はおすすめするわ。ただ、0体で、オーブが、まあ、300個とか、400個とか持ってるんだったら、まあ、10連、20連ぐらいはもうちょっと頑張って、出会わなかったら、まあ、そういう運命だったってことで諦めてもいいかもしれない。もうちょっとマイキー追える人は追ってもいいんじゃないのかな。で、もし、ジョジョコラボ始まってきたら、まあ、いろんな人の、このジョジョコラボの評価を見てからでいいと思うんですけど、まあ、3部のジョータロピックアップで引きに行くっていうのが、一番良さそうっていう感じだね。で、さらにそこからもうちょっとジョジョコラボ頑張りたいよって思ったら、華鏡院ピックアップで引くか、第1弾のキャラたちだね。こっちのキャラもピックアップ。単独ピックアップはないけど、6部のキャラたち自体のピックアップがあるんで、こっちで、まあ、ジョータローのもう片方の6部バージョンとか、ジョリーンとか、ウェザーとか、この辺引きに行ってもいいんじゃないかな。まあ、とりあえず、この辺のジョータロー、つかジョジョコラボが完全に開催したら、まあ、いろんな人の最終的な評価の動画待った方がいいっていうのが一番いいやり方なんじゃないのかなともね。私もそういう系の動画はきっと出すと思うんで、よろしくお願いしますっていう感じだね。まあ、とりあえず、マイキーの性能は、いや、ちょっとモンストのコラボが、マジで、8アビリティなん
んてマイキーで終わりと思ったけど、ジョー太郎でまたやってきたんで、まあ11月と12月でまたコラボ、まあきっとやると思うんで、どっちか1回は。なのでそういう時にまた8アビリティが当たり前な環境になるのか、あの時が特別だったよっていう風になるかましてはわかんないけど。でもこれ以上は無理だもんね。9個のアビリティはモンストですらまだいないから、絶対に9個アビリティはないと言い切っていいわ。まあそんな感じで、いろいろ、まあちょっと未実装という状態で話していったんですけど、まあこんな感じで参考になったら幸いですということで、終わります。ごきげんよう。